じゃあ僕で終わったから夏目さんについていきますよ。いや、オッケー。そこさんについてよ。もう僕夏目さんの方が怪しいと思ってるんで。なんで議論がですね。ポスポス。ポスポス来ちゃー。最近全然引かなかったから頑張りましょう。いや、素晴らしい。はい、いたのか。はい、あ、ちょっとカフェテリアにいたのかって殺そうとしましたもん。違う、僕も押そうとしてたから。え、いましたっけ。いた、ほんとですか。下は夏目のとこだけど、なかったよ、竹山さん。いや、嘘つく意味。びっくりした。殺されるかもしれないと思った。そういうことか、よかったよかった。あ、アッパーって言った人って誰です。アッパー誰がいました。はい、お、まあ、ちょ、めっちゃ嘘やん。竹山さんじゃない。え、違う、最終位置じゃないです。あー、ごめん。一緒にアドミン書いてるんで間違いないです。あ、はい。竹山先生は嘘つかないですね。嘘ついたことない。ほぼ全員いたでしょ、あの周りに。うん、いましたね。そうなんだ。ボタン連打してたから分かんなかった。僕嘘ついたことないって。いや、はい、そうですね。はい。いやー、もう少し絞れそうですけどね。絞れないよ。絞れない。何言ってんの。どういうこと。何について何を絞んの。さすが。おもろ。リリリリつっててリリ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 さん、はい、この字の下の弁と下で源さんが死んでました。で、源さんは最初初手右から、源さん、マシャカリさん、足湯の順ぐらいで右行ったっすかね。あ、はい、そうね。ただマシャカリウェイポインずっといたから足湯さんそれ知ってると思うから。そうですね、はい、足湯さん死んだよ。俺無理、結構無理やね。無理ですね、マシャカリさん無理ですね。で、ちなみに弁と見ました。 O2 で、はい、なんで O2 でアドミ、あ、O2 っていうか、O2 からあのこの字の弁とか見えました。え、あ、見えるんだ、O2 から。はい、見えます。やば。はい。マシさん、一個いいですか。はい。弁と見えた時ってコミュサボなってる時ですかね。いや、コミュサボはなり終わった。なり終わった。多分コミュサボの時にやってて、そのコミュサボ、すみません、なってる途中かなり終わったとかわからんですけど、僕ちょっとタスク入っててゴミ見せて終わって、多分コミュサボ終わってたぐらいやったと思うんですよ。うん、はい。それは、コミュサボの時間帯、だいたいあと前後は関係なくコミュサボが関係してる時間に弁当が開きました。コミュサボ前後どっちでもいいんですけど、最初ではないですよね。最初ではないです。弁当見て向かったってことですよね。下に弁当見て向かったっす。うん、じゃあ、あれあれば直近コミュサボ治った、直後ぐらい、うん。エレクトリカルの4人は、そうですね。藤宮、畑迫、慎太郎、竹を無理です。はい、うん、はいはいはい。で、夏目オラフ君がコミュニケーションにいて、足湯さん目線、マシャカリさんが無理なら、はい、先端さんしか。あれ？おらない。もう一人いるんじゃない？ 4 人で。マシャカリさんは無理なんでした。ストレージですね、今。マシャカリさん、待って、足湯さん目線、マシャカリさん無理で、はい、エレクトリカ誰でしたっけ？慎太郎、竹雄、畑迫、藤宮。竹雄、畑迫、藤宮。
オラフ君は、僕はコミュニケーション向かってたので、あ、オラフさんは無理です。自分とオラフさんは2人一緒にいたので。じゃあセンターさんじゃない？まあ、か、いやいや、ちょっと待って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 、足湯さんのセリフもあるし、そうか、二郎で証言合わせてるっていうのが言えるんで、足湯さんとまさか、いやー、この字弁当開いたわ、キスしたって O2 いてってことでしょ。うん、いや、隠しろ。おお。これは細くエレキスリカそんなにいたのか。閉めてたもんな。うん、悪い。治るな。いる。持ってかれてんじゃん。これは。あ、持ってかれてないか。リポートやん。え、持ってかれた？え、あー、ちょうどピッタンだよ、ね、同時に。マジか。1回目の、はい、コミュサボを直したのはオラオさんなんですよ。はい、はい、で誰も直した方がいらっしゃらないですよね、もちろん、うん、自分とオラオさんが一緒にコミュサボになった時に直しに行ってたんで、だから先ほど言ってた誰かが二郎で証言合わせているっていうのはないです、これで。そうです、ね、だったら僕は今日からローラー始めたいですね。うん、足湯さんとセンターさんのローラーってことだよね。うんうんうん、いいじゃないですか。てかオラフさんが死んでるから、そう、夏目先生、オラフさん、そう、オラフ君が死ぬことによってその二郎が否定されたんで、うん、そう、だからもう足湯さんしかない。マシャカリさんはまだ一応、あ、そうか、マシャカリさんも、マシャカリもあるのか、あ、足湯さんも、マシャカリさんは足湯さんの場合はお父さんのものですね。はい、どっちにしろローラーで、そうですね。いやいや、またまた、ウェポンから弁当入ったって可能性ない？ウェポンのそのカフェテリアの方から。いや、あの無理ですね。O2 で合ってるんで。最後合ってるんで、マシャカリさんに。足湯さん視点は僕結構、はい、無理です。不可能だし、今のアキルは無理です。そこでやってた足湯さんバレるって分かるしね。はい。だから僕視点も足湯さん結構白いですよね。まあ、ローラーしますけど。今日どっちから入れてます、皆さん。センターさんから入れようと思ってます。しゃあないですね。まあ、4人隠しろいるんだったら、よかったかなって感じかな。で、オラフさんがこのボタンを押してますけど、センターさんはこのターンは、それにボタン前言いました。足湯さんを今回見た人がいるかどうかっていう感じだと思います。どっちかっていうと今回は慎太郎さんと一緒にいてました。で、右側でコミュニケーション直しに行ってます。ああ、見ましたね、はい、言えば。で、言われてみれば本当に、まあ、足湯さんとの、あ、どうぞ。あとできるんだったら藤宮さんがメドベイ入ってったの僕が見てるんで、それぐらいかなっていう感じです。スキャン終わってから。ごめん、ちょっとボタンの画面開いて連打したからちょっとわかんないや。足湯がボタンを押します。消費してほしくないんで。はい。いやー、マジか。ガチでつらい。いやー、マジか。いやー。ずっとなんで治らないのってずっと発狂してました。嘘でしょって思って来るよ、もう目の前にセンターさんおるってと思ってずっと逃げてたんですけど、もう早く治してよって思って叫んでました。はい、うん、はいはい、ローラー完遂した方がいいと思うんで、足のこと釣ってください。あー、それか、釣りたくないけどな、はい、俺は周り釣りたくない。結構白拾ってるから一緒にいたから、はいはいはい、まあでも、まあ、でも結果そのローラー完遂した方が分かりやすいと思うんですけど、どうする？まあしゃあないっすね。こう一気になってってことです、はい、釣れ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 。まあセンターさんで一つ気になったことを挙げるんだったら、4人白角になったって言ってますけど、まあ白角ではないっていう、うん、まあまあほんの少し上げ足取りですけどね。はい、オラフさんの馬の綾かキルはセンターさんいけたんですか、今もし僕目線の話なんですけど。まあボタン前にいたっていうか、うん、いた可能性は高いだと思う。僕がボタン前にいたの見てるんで、センターさんが、はいはいはい、中心の下にいたの見てるんで、うん、いけるとは思いますけど、まあ、うん、他の人も藤宮さんからとしてできた可能性もあるんで、まあ2人も3人もやってきたら、まあまあまあ僕がやってたセンターさんがそれを目撃してないと、うちにしろ矛盾が生じるかな。そうそうそう。あ、でもそれはボタンの画面開いてたから、あ、そっか。そうそうそう。コミサボなんか特にいつ直るか分かんないから、
はい、セットしてる可能性は高いから、それはなんないのかな。まあこれでじゃあ一郎連れるかな。そうですね、沈水してもらって、うん、はい、一郎連れて。いやでもこれ一郎でこれ全部4人まで持ってったんだったら結構、うん、ね、まあほぼほぼまさかりさんも結構白いかなと思います。なんで先端差を黒だと置くならば。そうですね、さん、まあ、まあでもそこはどうやろう。よしよし、まあ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 、まあまあ、最低限したいですけど、まあ、まあ最低限だな。白いな。もう2切れできたの最高だったけど、まあまあ、ですけどね。ドア閉めして状況的には足湯さんちょっと白いと思ってますけど、ラフ君はこのボタンがなければ、センターさんが置くんだったら、はい、センターさんが隠しろと誤認したエレクトリカル4人組に相方がいなそうって思いますけど、誰だっけ、竹雄さんだから、畑迫さん、竹雄さん、藤宮さんですね。藤井、畑、新、竹雄、そこにいるんじゃない相方は。ん、違うの、真ん中4人。逆にそう考えるわかんない、うん、逆だなと思ったから。よしよしよし、あ、逆なんだね。まあ最低限ある事故でここまで持ってきた最低限言いたいだけのやつ。じゃあお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ああ最低限、そうっすね。はい、頑張れ相方。今の場面って僕釣られに行った方がいいですかね。なんか僕その方がいいと思っちゃったんですけど。まあ初日のね、キリの疑いがあるから、はい、ゼロではないっていう。そうですよね、なんか不安残すのやったらもう死んどけみたいな。俺死ねみたいな。まあでも状況にもよりますよね、その時の、はい、はいはいはい、意識というか、それは、はいはいはい、僕は、ね、なんか足湯さんに近寄らないっていうやり方でも、あ、はいはいはい、あるってあるかなとはあったんで、まあ、その時の本当に日によるんかなと思います、釣り意識の。はいはいはい、感じ的に自分行きたいって言ったら行かしてもらえそうな感じだったんで、ワンチャンあったんじゃないですか、うん、あとストーリーあんまり皆さんと力入れないようにするんでとか、それかセキュリティの前にいるとか、はい、うんうんうん、あ、何だったら、その生き残る術はあったかも。ナイスナイスボタンです。これで確定で一路連れてますね。はい、まあそりゃそうですね。今ちょっと慎太郎さんに聞きたいんですけど、夏目さんってリアクター直した後いました？え、何が？リアクター後って慎太郎さんは夏目さん見てます？いつ？僕リアクター直った後速攻覚えゲー始めたから分かんない。え、上側ってマシャカリさんじゃないの直したの？いや、俺直してない。直そうとしたけど途中でやめた。一応それはどういう？リアクター2路は一定してよ。え、誰か直してたから。誰か直してたからいいやと思って。リアクター直った。でちょっとした5秒ぐらい後にリアクターにロワー1でした。あ、今ボタン、自分は上のタスクをやってました。数数えるやつです。あ、見えてないだけじゃない、まあ、見えてないだけか。一応藤宮さんの話を聞かせてもらっていいですか、はい、いや僕がリアクター入った時は慎太郎さんしか、まあ、見えていなくて、まあ、下の方も一応死体確認で行ったんですけど、上はまあ、見てなかったかもしれないですが、そして一回十字路出てまたチラッと入ったら下の方から夏目さんが来たので、あ、どこにいたんだろうっていう。あ、でもね、夏目先生ね、ストレージを給油してて後から来てたから、多分順序的には間違ってないと思うけどね。どうなんだろう、まあ、多分見えてなかっただけかな。で多分オラフ君が殺されてるから夏目先生が殺すメリット全然ないと思うから、さっきの証言で。いやでもセンターさんがやってる場合関係ないから、うん、そうそう、あ、自分と足湯さんはコミュニケーション行ってるんで、うん、これ藤宮じゃないの、これはもう。いや、僕は 80% ぐらい夏目さんかなって思ってる。そうなんだ、全然わかんない。マジか。いや、いいキル、オラフ君キルが良かったな。これ、ね、藤宮さんだって思ってくれたし。僕、初手でエレクトリカルにいた4人の中に一郎いると思ってて、あ、俺ももう大津周りに人、相方がいるのに迷惑かけるキルするかなって
いうことを考えると、うんうんうん、そっちに一郎いんのかなって、うんうん、先生さすが誰がいたかわかんないです。それ竹尾さんも容疑者に入るから。さすが先生、そう、まあ、僕がやってますからね。話がめちゃくちゃ。おいおいおかしいぞ。やば。動いてないですもんね、まあ、言うて。やっぱここら辺でも何も動いてなくても動きとかでやっぱ推理みんなされてるんですか。まあ、幽霊ってあの視界がめちゃめちゃ明るく見えるんで。はいはいはい。なんか明らかに挙動不審な動きね。動きね。はいはいはい。結構それで分かったってことは。それでちょっと、こんなんで見とくも大事ですね。普段の動きというか。いや、足湯さんインポスターでしょ。そうなんすよ。いや、ああでもこれ大体なんか分かりそうな気や。ああ、死体が一応肉、一応肉発見。もう2で一応肉する。おマジっすか。はい。通ったんじゃないこれ。調子や。ああ白い竹雄さんが。あれ死んでるのか。あー俺藤宮さんめっちゃ白いわ今回。めっちゃというかもう隠し白じゃないですか。もう俺ら隠し白だよね、うん、無理だよね俺ら。ずっといたもん一緒に。はい、リアクター直ったあそこから一緒にいました。タスク終わったからボタン押したんですけど、はいはいはい、藤宮さんとマシャカレさんが白取れて、最後ね、夏目慎太郎畑底は固まってるんですよ最後は。そうで、ね、で O2 直したのは誰ですか。 O2 は僕じゃない。 O2 畑底です。で、こっち側はど誰だ。アドミン側は僕、慎太郎です、はい、で、上側が畑底さん。はい、そうです、ね、その後アドミン行って3人で合流してたって感じ。最後見た人います。竹尾先生のじゃない、リアクターも多分来てんだ。結構前に死んでんじゃないの。最近知りたい、最近知りたい。じゃあ竹尾さん結構前に死んでんだ。リアクター鳴り終わった後くらいですか。これは結構いいかも。夏目さんと慎太郎さんにヒートが向くから。うん、そうですね。慎太郎さんリアクター来てましたよね。リアクター行ったけど俺が行った頃には治ってない。てか結構リアクターほぼ来てた。畑さんも来てた。夏目さんが一番早くて確か、うん、キルうまその次に自分だったかな。マシャカリ藤宮さんは絶対できないんで、その3名の誰かにいると思いますので、はい、リアクターじゃあ僕で終わったから夏目さんについていきますよ。いや畑底さんについてよ。もう僕夏目さんの方が怪しいと思ってるんで。なんで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 議論がありますか。ちょ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 。議論って言っても弁当入ってないし。まあまあまあ。え、釣るのこれ。いやいや、まあ、釣られないじゃないですか、さすがに。ペアで。釣られたがってるけどな。じゃあ、藤宮釣りましょう。藤宮を。絶対釣らせない。絶対釣らせない。絶対釣らせない。じゃあね。反発クッションですよね。ペアはじゃあ慎太郎さんと夏目さんで。畑底さんね。え、慎太郎さんと夏目先生でじゃあ。はい、わかりました。ペアありがたいですね。以前変わらず議論では夏目さんと藤宮さんが。藤宮さんの白はでもちょっと上がったかな。そう。慎太郎さんが結構かばってましたね。こういう時誰をキルするかがすごく難しいんですよ。確かに選べないからなかなか、はい。
やっぱりでも各白市みたいな。そうですね、釣りで消費したい市はなるべく残っていた方がいいんですけど、ね、はいはいはい、単に残るだけでもダメで、はい、その方が、はい、いや直前まで一緒にいましたよとか言われたらもうおつやなんで。そうですねむちゃくちゃ厳しいんですよね条件が。はいはい、ここで言うところを切りたいのはマシャカリさんか慎太郎さんっていう感じですか。そうですかね、うん、はいはい、先日までに疑われた方はやっぱり、はいはいはい、議論では楽になると思います、ね、はい、まあ、時点で藤宮さんとか。そうですね、はいはいはい。ボタンって結構残ってるんですか。どうでしたっけ。あんまり、まあ残ってると思うんですけど、はいはい、タタコさんが殺しましたと。アドミンのトの字のところで、はい、ストレージの扉が開いて僕下に行こうとした瞬間に夏目先生が友達のところで切りました。亀のボタン、あ、じゃあ扉が閉まってて、で自分張り付いてたら鳩迫さんが慎太郎さんをやりました。え、皆さん俺アドミンいたんよ。はい、俺の視界外れた瞬間に死んでるんよ。うわこれや、鳩迫さん見えてます。マシャカリさんは、俺は畑坂さんいたのは知ってる、うん、マシャカリさんもいて、4人いて、いいんじゃない、はい、なうまい。夏目先生、慎太郎さんがアドミンを先に出ました。で、はい、カフェテリアの扉が閉まってました、うんうん、でストレージの扉も閉まっていて、畑坂はアドミン情報を見た後にストレージの扉の下に、はい、上か、上に張り付いていて、で扉が開いたと、扉が開いたと同時に下に行って、機械がちょっと消えそうな時に夏目先生が起動して血しぶきが見えたので戻ってレポートを見たんです。まあ、とりあえずお互い入れ合ってください。 OK です。藤原さんどうします。いや、夏目先生、まあ、正直夏目さんに入れたいですけど、よし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 。藤原さんが疑ってるのって弁当ですよね。いや弁当は、まあ、別にそんななんですけど、弁当をちょっと疑っただけですごい反発してきたのが怪しい。いや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 、入ってないんだもん。だって疑ってきたものに対して反発したら怪しいっていうのは。あ、ただメリットデメリット考えると、夏目先生ペアでやってて殺してこうなる状況も分かってるから、だったら誰もいないところで殺してどんどん殺しまった方が有利なんじゃないと思ったけど、インポーサルだったで考えたら畑坂さんの方めちゃくちゃ怖い。畑坂さんを見るとないけどな。ボタン余ってるんで、ボタン余ってるので自分が、はい、うん、夏目一人の畑坂真下刈り藤宮さん3人でペアで動いてください。で自分が田坂が終わってない方は終わってないので、自分が終わってないので終わってないないです。じゃあスキップしましょう。お、はい、その3人で動いてください。で自分右側行くんで、皆さん左行ってください。畑坂さんどこ終わってないですか。僕右は終わってるんで左側です。あ、オッケー、じゃあ僕エレクトリカルなんで、はい、僕は終わってます。ついてきてください。いやー、頑張れ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 、面白くなってきた。うまい、うまい、うまい、まあ、頑張れ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 。よく冷静に提案できたな、サンドペア、うん、これでもダメっすけどね、この提案。インポスター一人だったら地位動けるから、あ、うん、隠しろを一人にしないとダメですね。でも3人固まってるから好きに動くても切るできないんじゃ。ね、問題は O2 ですね。あー、なるほど。あー、あー、そこで分かれんでけんのか。そっか、そうか、分断された時が難しいですね。ガスレいけそうかな。あれ幽霊はほぼ終わってくるし、ですよ、うん、3人だったり。あ、やばい、懸念された O2 が。でも夏目さん片方直してくれればワンチャン。あ、直したら片方でかい。ありがてえ、ありがたい。あー、でもこれな、これはジャージ、はい、はい、畑坂さんでした。夏目先生が弁当から出てきてキルしました今あー、まあ藤宮さん、自分の弁当を見ました？いえ。あー、いや、これどっちかな。いや、迷うな、これ。いやー、全然しかないな、これは。惜しい。まあ、諸説あるよね、それ。いや、惜しいな。戻ってこないでくださいよ。皆さん、ナイスだったな。いや、まっすぐ治ったんで。一応ね。
危なかった。いやー、申し訳ない。よかった。惜しい。夏目先生ナイス。クソ危なかった。危なかった。いいじゃん。夏目さん冷静だったわ。提案者だった。夏目先生がすごい冷静でしたね、本当に。いやでも、畑迫さんうまかったな、今の。ていうか、センタンさん、4人持ってったのすごいっすね。いや、まあ。完全にそんな4人確証になると思わなくてびっくりした。あーでもすごい勇気のキルが、武雄さんキルも、うん、武雄さんめっちゃキルが重かった。僕 O2 直した瞬間に切られました。よし直したな、よずみだって感じです。あでも戻ってこなかったら偉かったね、ジュニアさんが戻ってこなかったら勝ちだったんですけど。ああもう扉閉めて、そっか、そうそうそう、扉閉めて時間稼いでもう一回切れで終わり。皆さん、はい、最後の死体発見うまいですよね。うん、そうそうそう、もう警戒心バンバンなんで。そっか、直して切るしてだったのかあれは。なるほど、はい、O2 勝ちというよりなんかそうですね。してそう切るしてやった。まあでもなかなか惜しかった。でもめっちゃうまかったから、僕の雑キルから始まってこっから持っていけたのはすごい。うん、